ブリン、中世ヨーロッパあたりの伝承等に登場する妖精や悪霊などがそういった呼び名でした。あくまで創作物の一環なので、作品によって位置づけは異なりますが、おおむね、いたずら好き、割と残忍、悪意のある行動をとる、といったものの、どれかを引用している場合が多いでしょう。では、どうぞ。日本のゴブリン館に物申す西洋人のビデオが話題になっていました。日本の人気アニメ、オーバーロード、転生したらスライムだった剣、ゴブリンスレイヤーに登場するゴブリンについて、ヨーロッパに伝わるゴブリンとは別物になってしまっていると語っています。そんな日本のゴブリンに、海外からは多くのコメントが寄せられていました。西洋が、舞台のアニメが増えてるけど、ゴブリンが怖い存在になってる。イングランド、スコットランド、ドイツの伝承に登場する素晴らしいものなのに。一番有名な物語は、ベネボレント、ゴブリン、優しいゴブリン。森で疲弊していたイングランド兵が喉が渇いたと言うと、ゴブリンが現れて、謎の美味しい飲み物の入った角を渡した。ナプキンまで。ある悪いナイトが角を盗んで帰った。王様がナイトを捕らえて投獄したが、ゴブリンが現れることは二度となかった。レッドキャップは、背の低い老人で、長い歯、細い指、ワシのような爪がある。君も飲む。帽子を血に沈めた後で。それが名前の由来。鉄のブーツを履き、長い槍も持ってる。なぜか、帽子を血で濡らしてないと存在できない。ただ汚れ仕事もやった。廃墟になった砦や城に住み着いて侵入者を拒んだと言われてる。オーバーロードには13匹のレッドキャップが登場してる。ブラウニーは寝静まった夜に現れて家事をする代償に食べ物やお菓子を要求する。裸同然の格好だけど服をもらうと怒っていなくなる。最悪、家をめちゃくちゃにしていく。でも根は悪いゴブリンじゃない。ドイツのアール・キングは、子供を死の国に連れ去るとされる。北欧語で、エルフの王を意味するけど、ゴブリンは、醜いエルフのことだから同じこと。アール・キングは、シューベルトによってもミュージカルにされてる。父と息子が森を抜けるときに、アール・キングが、終始子供に語りかけて誘惑しようとした。最後には、父親の腕の中で死んでいた。ボブ・ゴブリンは、古い英語で田舎者を意味する。ファンタジーに登場するような小さなゴブリンだ。進化した存在じゃない。ゴブリンとエルフの子供で善良だと考えられていた。ブラウニーと同じで夜になると仕事を真面目にやる。姿を変えることができる。ブラウニーよりいたずら好き。パックもボブゴブリンだ。ハリー・ポッターのロビーもボブゴブリンだ。いたずら好きだけど害はない。ゴブリンスレイヤーはマジであれを殺しちゃうの？ゴブリンスレイヤー、オーバーロード、イタテ、スラのゴブリンは伝承とは全然違う。イギリスにはいっぱい善良なゴブリンが存在してる。ゴブリンスレイヤーで登場するゴブリンであれば、指輪物語や TRPG のダンジョン&ドラゴンズに登場するゴブリンが役柄としてはかなり近いものだと思われます。